どうもみなさん、こんにちは。プロチャンネルです。今回はこちら。みなさん、iPhone 13シリーズの iOS15.0 の SHSH の現状をご存知でしょうかはい、例えばですね、iPhone 13 Pro を見ていきましょう。はい、見てください。iOS15.0、19A346 のこの SHSH が発行を停止していることがわかります。はい、こちら iPhone 13 Pro に限った話ではなくてですね、 iPhone13、はい、iPhone でも発行停止しています。これはどういったことを意味するかというとですね、iTunes ですとか、そういった復元をするツールで、iOS15.0 の iPSW を使って復元をすることができないといった点ですね。でですね、他の機種ではどうなのかといった点なんですが、例えば1世代前の iPhone12Pro、はい、現在撮影にも使っています。 こちらでは、まだ iOS14.8 も15.0も発行を継続している状況です。これらの端末では iOS15.0 ですとか iOS14.8 の i p s リを使って復元をすることができます。でですね、まだ iPhone 13シリーズは脱穀スールが出ていませんし、チェックリーンは A12 以降の端末ですと非対応なので、iPhone 13シリーズでは現状脱穀はできないんですが、 この状況でリンゴループですとか不具合が発生したっていうことはあまりないかもしれないんですけれどもね。はい。こういった点を注意していただければなと思います。はい。復元することができないということですね。またですね、近日中に新たな iOS15 のバージョンがリリースされるかなと思います。はい。そちらがもちろん発行されると思うので、復元をするってなった場合は、 iOS15.0.1 ですとかそういったバージョンになるかなと思います。はい。現状 iOS15.0、iOS 19A346 には復元をすることが iPhone13 シリーズではできないといった点、今回紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございました。